種族値は正義ってことで、今回は高種族値統一を使っていきます。さあではやっていきましょう。こちらね、こういう構築なんですけど、基本選出は上3体か下3体かになると思いますね。で、今回の相手なんですけど、オーロンゲか。なるほどね。グロスはイカ様が嫌だな。これ初手グロスから入ると、イルカマンを出すタイミングがなさそうか。まあ、かといってイルカマンから言っても微妙な感じはあるから、下3体で、ハピナスで火炎玉投げつけて、オーロンゲの、なんか、ループを抜け出す流れでいくか。まあ、初手が誰かはわかりませんが、さあ対戦よろしくお願いします。ブリジュラスか、いい色だ。ブリジュラスの色違いかっけえよな。ハピナスの色違いは全然わからない。今回ね、こういう型となっております。まあ、とりあえず投げつけて縁取っちゃう。こっちはね、まあ、ほとんど相手の攻撃効きませんから、ボディープレスくらいですか？しかし一回も積んでないボディープレスだったら、まあ、さすがに、ハピナスといえど耐えますよ。まあ、受けループみたいな感じなんでね、こっち。正直。投げつけて、火炎玉を、相手の、股間に、シュー！超エキサイティング！やけど負ってもらって、10番か。メガネなんかな？計算した方がいい？ダメージ計算するか。やっぱ最高種族値とかいう最強パーティー使ってるからね。真面目に対戦していきましょう。やっぱグリ、メガネの火力じゃないよな、これ。いや、でも、47。あ、でも結構メガネ臭い火力か？ 40、これメガネだね、多分。メガネなんで、一旦瞑想から入る。相手が裏誰か分かんないけど。ぽいな。瞑想から入って、まあ、嫌なのがこの世ザルとかか。それ以外割とハピナスで見れてるんだ。2回積んだら割と飛ばせないかという感じがある。まあ、ただ、オーロンゲ出てきた場合は、ちょっと一旦サイクル回す必要があるね。引っ込めた。ここ卵見てもよかったかな。さあ、出てくるのは、さすがにまあ引っ込めるしな。この世ザル来た。オッケーオッケーオッケー。まあ、一旦アシストパワーしていきます。で、こいつの火力そいて、さすがにここでフンドの拳はできないと思うんだよ。こっちに、まあ、一応ね、エスパーテラスなんで、ここの足パワー通ると思うけどね。さあ、どうですか？行くぞ！ハピナス、テラッサル！いや、瞑想を2回積んでるんで、切断ありがとうございました。いや、杖は1匹で相手のポケモンを初手から全部積ませるというね。オッケー。まあ、こんな感じでね、普通に単体性能強いポケモンたちを使っていきます。テラスタルした直後にテラスタル解除される。なかなか面白い現象見られたな。さあ、対戦相手の方は見つかりました。ディオさん、よろしくお願いいたします。相手、低種族値統一ですかね。貧弱、貧弱ですわ。こちらの選出なんですが、まあ相手今回エルフーンとかクエスパトラとか、キラフロルとかね。まあ割かしトリッキーなことをしてくるやつが多いので、まあでもキラフロルはどうでもいいか。エルフーンもまあ、下3体突破する術ないか、実は。でもめんどいはめんどいな。まあ、この辺から上3体でいきますわ。上3体がね、攻めの3体、下3体が守りの3体となっております。まあなんでね、選出は上3体か下3体でほぼ固定なんですけど、まあ、種族値高いんでね、こっちは。誰出しても勝てるっしょ。ってことで、さあ、腹ペコのイルカマン来たぞ。お前を食いたいと今か今かと。やめとけ、それは。毒入ってるからな。で、まあ、キラフロルといえば、エナジーボールが有名だが、まあ、一旦インファイトで帰りますわ。毒ビシ、そうですよね。この毒ビシなんだ？でも。謎。普通に、別に、なんか硬いな、お前な。あれか、もう、ジェットパンチとウェーブタックルで倒されるから、毒化粧と込みで毒ビシにできるようにっていうことで、まあ、これなのか。なるほどね。
ここはまあどうしますかね。ケッキングはまだ取っておきたいというか、あんまり出したくないので毒ビシが巻かれた状態で、さすがにねグロス出していこうかな。行くぜメタグロス。さてここなんですが、毒ビシ巻いてきた。エナジーボールはないと見ていい。キラースピン毒ビシ巻いてはまあほぼほぼ確定か。大地があるかどうかやね。大地なければサイコファングの通り一貫性かなりいいな。クエスパトラまで考えたら、あんまり、テラスはしたくない、まだ。まあ、ここバレパンですかね。引っ込めたか。まあいいでしょう。ここで大地の力を食らっておくと、キラフロールがめんどくさそうだったので、ここはバレパンを選択しましたが、クリアボディなんでね、効きません。さあ、バレットパンチ。サイコファングしておけばよかったね。ゴツメギャラ、そういうやつか。なるほどね。ってことは、これ、やりに来た感じか。電磁波を。ケッキング出しましょう。ケッキングで、うん、そうだね。電磁波でいいでしょ。電磁波を、この毒を受けることによって、透かしていく。なおかつ、まあ、ここね。キラフロール切ってくんのかな、相手。わかりませんが。電磁波効かないよーん。ここ何をするかだね。果たして。こっちとしてはね、ギガインパクトしたい気持ちもあるが、まあ、ここ冷静に考えてキラフロールバックだよな。はたくか。与えときましょう。そうだよね。出てこいやー！オッケー。で、どうするかだね。この後。ほら！あー、ギリ耐える。タスキ。なるほど。タスキ型か。ここはまあ第一あると見てもいいかもね。相手視点交代読める場面なんよなここ。ヘッキングまだ取っておきたいけど、グロスも消耗させたくないってなると、まあ、ここはイルカマンなんだけど、イルカマンはギャラに打点がない。まあ、これは難しいですよ。まあ、ヘッキングまだここ、第一毒耐えると思うから、甘んじて受けるか、こいつの攻撃は。第一、そうだよね。読んできた。よいしょ。硬っ！ガチか、お前。めちゃくちゃ硬いな。これもう一回毒ダメ耐えるんで、ここで、ここギャラバックがあるか。全然。じゃあ捨て身だな。オッケー。まあ、ギャラは出てこなかったけど、キラフロールを処理できました。捨て身反動込みで耐えるかな。毒ダメを。オッケー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 。まだ耐える。さあ、クエスパトラ来たね。ここは瞑想積みに来たって感じか。まあ、キングはギャラに役割あるから一旦下げるかな。グロス出しましょう。さあ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 。モノマネハーブ持ちなんでね。加速コピーできればよかったんですけど。まあ毒ダメで倒れちゃうんでね。このターン。まあ、あと瞑想積まれたら、まあコピーしてもしゃあないということで。さあ。クエスパトラはね、こっから炎テラステラバーストでメタグロスをぶっ飛ばしてくる可能性が一番高いんだが、まあ、まだ飛ばせないから、とりあえず守る挟むだろう、相手としては。一旦ヘビーボンバーします。引っ込めた！あー、そういう感じか。なるほどね。まあ、クエスパトラジェットパンチ圏内に入れられればいいな。それでいけば。そういう感じか。むずいな。まあいいか、ここは、電磁波はまあしゃあない。地ならし！ああ、オッケー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 。それはまあ耐えるっしょ。で、いや、ただ、なるほどね。まあ、面倒な感じにはなってきたね。もうケッキングがいらないから、ケッキング切ってイルカマン出しかな。では、こいつのことは倒せると。ギャラドスは。いい感じのサイクル戦できてえな。やっぱサイクル戦になればなるほど、種族値の高さがね、生きてくるんで。まあ相手のね、クエスパトラだとか、ギャラドスだとか。まあギャラドスはね、ヤケモンにもなってるくらい優秀なポケモンではあるんだけど、種族値自体はやっぱ低いから。サイクル戦にね、なればなるほど、こっちの数値の高さが生きてきますよ。有利ですわ。毒は、まあ、致し方なし。で、まあ、ここは、まあ、ウェブタックルするしかないね。あとは、クエスパトラーの処理か。
どうだろう。バレパン、ジェットパンで倒せるのかどうかといったところか。ちょっと厳しいか。バレパン、ジェットパンで倒すには。あと、守るがあるかどうかも関わってくるからね。さあ、まあ、毒ビシパなんで、守るはあると思うけどね。このや、HP のグロスだから、どこなんだろう。この HP でもいけるんかな。要は、ま、クエスパトラが、エスパー技の通りが悪いんで、炎テラスなり、なんなり、持ってる可能性が高いんですよ。で、そうなると、ヘラスタルをしなきゃいけない。まあ、要するに、その、鋼に対しての打点が欲しいんですよね、クエスパトラは。そうなってくると、クエスパトラ側としては、テラスタルをせざるを得なくて、この HP のグロスを倒す手段ないので、一発で。ああ、そういう感じね。OK。なるほど、なるほど。アシストパワーで全然倒せるのか。そこはちょっと、いかんともしがたいが、まあ、ヘビーボンバーでいきます。テラスタルしたらジェットパンチで、まあ、倒せるよね、さすがに。無理か ?HB とかだったら。HB は無理だな。もうそれは考えない。はい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 。いやー、いいですね。ヘビボンこれかなり食らいますよ。素晴らしい。何?残飯型。ん?おー。おー。うわー、めんどくさいなー。でもさ、相手、アッキー込みでも受かってないじゃないですか。僕の予想言っていいですか?ここ、ヘラスタル、羽休めだと思います。キアパンします。さあ、どうだ?これどっちが先に出るんだ?キアパンとヘラスタルと。あー、なるほど。なるほどね。ヘラスタルはしてこない。ま、ってことは、ま、ヘラスタルできないんだろうな。おそらく。じゃあ、まあ、テラスタル考えなくていいか。アシストパワーで倒しに来てる感じだね。じゃあ、ヘビボンで削り続ければいいや。テラスタルしちゃうと、イルカマンのジェットパンチが抜群になっちゃうから、っていうことで、こういう立ち回りしてるんだろうな。うよーし。まあ、これはね、運とかじゃないよ。やってりゃそのうちこうなる。対戦ありがとうございました。切断多いな、今日。さあ、では、やっていきますか。相手はなかなか嫌なメンツが揃ってますね。ただ、これ、初手のグロスの刺さりがかなりエグいので、投げていくか。で、まあ、攻めの3体で行くんだけど、別にこっち選出してもいいんだよな。相手によっては。ガチグマに対する引き裂きが薄いことを考えると、ハピナス出していってもいいか?サフゴとかにも、ま、比較的刺さってるしな。まあ、刺さってないんだけど、刺さってるので、まあ、ハピナス出してもいい。何よりも、でまあ、ハピダスだったら、ま、ポリゴン2も出していきたいかな。相手のオーロラベールを消費できる受けサイクルの方が強いと思うんで、今回は受け気味の選出でいきます。さあ、お相手初手は、知らない人来た。誰だいデカヌちゃんって。まあしかし、デカヌちゃんってグロスに打点あるんか?ないよな。デカハンマー半減ですからね。こっちは風船で浮いててグサ。ヘビボン?キアパン?これ何をすればいい?ちょっと待って。デカヌちゃんってステロだろ?風船デカヌって何してくんだガチで。俺デカヌちゃんというポケモンが未だによくわからないんだよな。こいつが使われてたレギュレーション A。の時って俺、体調崩してて、要はスカバイ初期の対戦ってほとんどできてないんですよ。当時の対戦動画見てくれればわかると思うんだけど、全然できてないですよ。まだ畑あんのかこいつ。じゃあヘビボンでいいや、普通に。捨てろ。あ、オッケーオッケーオッケー。まあヘビボンバレパンで倒せる。こいつってもしかして重い?なんかあのハンマー重そうだな。重いの?重いのかこれは。重いダメージ?デカルちゃん、重さ112だから、メタグロスが、メタグロスが、重さが、550なんですよ。550÷112 は?あ、でも4倍だからこれ最大ダメージ入ってんのか。4倍だよな。4倍以上重さの差があれば、最大ダメージ入るはずなんですね、これ。
なるほどね。まあステロは別にいいんだが、ヘビボン連打でいいか。うん、まあアンコールしてくると思ったしね。さてさてさて、まあこれで裏のガチグマが物理型とかじゃなきゃ全然いいですよ。ガチグマ物理型で使ってんの俺だけだろ。あいつ種族値姫グマより低いからな。さあ、え、うんこ来た、あー間違えた、キューコン来たんだけど、謎だぜ。オロベー張って海竜で積み倒してくる感じか。面倒っすね。こいつは面倒ですよ。で、まあ、十中八九テラスタルであることを考えれば、ここは、まあ、まあ、ポリ2か別にグロス取っといてもいいんだけどな、普通に。うん、行くぜ、ポリ2。尖った岩が食い込みまして、雪フラッシュトレース。これはあんまり美味しくないっさ。なるほどねー。そら強えわ。僕ね、一時期、ダブルで金縛りアンコールコンボ使ってたんですよ。エルフーンでアンコールして、闇闇で金縛りして、相手2体倒してたら、これで一生悪あがきさせて、詰ませられるっていう極悪コンボなんだけど、これね、結構普通に強かった。全然関係ない話しました、今。すいません。まあ、俺はトラータでいいでしょ、普通に。オーロラベールは、まあ、良いと。海竜出てきたら、即バックしようかな。ハピに。なんならここでハピに引いてもいい。こいつアンコールとかの縛り、確かに両方覚えるよね。スエンだわ。まあ、グロスか、でも。アンコ縛り、キューコン、普通に強いからね。で、ここは、ヘビーボンバします。なぜなら、相手にテラスタル切らせれば、それはそれでいいから。いや、待てよ。打点ないんだろ、相手こっちに。じゃあ、ヒアパンでよくね？サイコファングでよかったな。別に。あ、サイコファングでいいじゃん！何やってんだ、俺しまった！サイコファングを壁を破壊する効果がある。やらかした。気合パンチしたすぎて、気合入れたすぎて、先走ってしまったな。さあ、何してくる？普通に殴ってきたし、仕方ないからバレットパンチしますけども。おら！フリドラだけか、打点は。5つ目！なるほど。アンコール、いいよ。よくはないけど、まあいいでしょう。ここさ、海竜出てくるよな。ハッピで、いけます。あれ？まあ、引っ込んでこないのか。まあ、それならそれでいいかな、別に。まあ、投げつけておけば、このサイクル出せるので、そこは悪くなくて。フリーズドライ。さあ、オーロラベルなくなっちゃったね。そして、焼けちゃったよ。まあ、相手ここは、どうしても下げたいはず。フリーズドライで焼けたことによって氷もしなくなったし、まあ、投げつけますんでね、こっちは。あれまあ、いいですけども。これで、相手をね、なんか変なループでいけなくなったんで、これはよし。ただ、海竜に火傷を入れるという勝ち筋は、まあ、これにより、なくしてしまったわけですね。まあ、そこはちょっと面倒かなといったところなんですが、まあ、グロス出しますか。相手、頑なに引いてこないね。最後誰なんだろうな、じゃあ。謎だぜ。まあ、ここは気合でいきます。なぜ気合を注入するか。そう、ここでテラスタルをしてくるからですね。まあ、テラスタル考えたら、ここは気合が正解。でも、相手にテラスタル切らせたんで、まあ、悪くないんじゃないでしょうか。相手相当苦しそうだな。こっち突破する手段ないのか、もしかして。さあ、本日も張り切っていきますよ！アンコールってこれどうなの？あ、効かないんだ！へぇー。おらー！まあ、一ついい情報が知れましたね。気合パンチ、相手の真正面からパンチするのかっこいいな。エフェクトが。エフェクトというかカメラアングルが。キューコン突破しまして。
相手バレパン読みか、これ。はい、海竜ね。いましたよ、と。まあ、ポリツーがね、HB 特化なんで、イカサマで倒せればいいかなってことで、ここは、グロスが地震で持ってかれた場合の話をするか。ハピナスがもうカイリュに対して役割ないんですよ。だからメタグロスとポリツーでカイリュ倒さなきゃいけなくて、そうなるとここは、グロスが何よりも大事なんで、絶対にここはサイコファングで、ダメージ入れておきたい。素早さ絶対上取られてるから、俺地震で倒されたら負けなんで、ここは、もう、テラスもね、切るポケモンいないですし、グロスにテラスを切らせていただきます。さあ、メタグロステラッサル、かっこいいぞ。地震だろ？ドラゴンダンス来たね。まあ、それはいいでしょう。神速抜群というか、等倍になりましたが、まあ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 。でも結構入るんで、バレパン行くよ。まあ、相手ね、ノマテラ残ってないんで。これバレパンまずったが、サイコファングしなきゃいけなかったか、もしかして。2回積みの機会を与えてしまった？そんなことはなかった。でも危なかったね、普通に。硬えな、グロス。ポリゴン2これより硬いからな。相手防御下がったんで、イカ様圏内入ったでしょう。まあ、スケールショットが最大打点ということで、急所によって、まあ、突破されるリスクもほぼない。ここはイカ様一択よ。もう、羽休めで回復も間に合わない HP に来ちゃいましたからね。スケショー。いや、結構効くな。まずい。うわー、あ、でも急所でそれならいけるいける。硬い硬い硬い。さすが、奇跡込みで種族値600超えのポリゴン2さんですわ。いやー、頼りになるな。もう今回本当になんか数値強みたいな感じの現れたんじゃない？数値高いって強いなということが皆さんにお届けできたような気がするね。対戦ありがとうございました。これでまだ出してないのがマンダか。なんか数値が高すぎて普通に順当に勝ってるから、もうちょっとトリッキーな勝ち方したいな。というわけで次の試合へどうぞ。さあやっていきましょう。相手エルサナですか。面白いパーティーですね。で、まあ、ケッキング刺さってるんで出していってもいいかな。で、マンダ いけるか今回。ケッキングとの相性はいいからね、割と。怠けに対して、まあ、格闘も半減ですし、マンダは。まあ、怠けのターンにね、受け出しするっていうね。まあ、割とサイクルは回しやすいかな。で、イルカマンを出すかどうか。相手のパーティーのコンセプトが何なのかよくわかんなかったんだけど、今わかったわ。これ、相手の性癖ポケモン、トップ6を入れた感じですね。まあ、そうなるとラストは、まあ、ポリツーかな。よろしくお願いします。海竜が性癖なのは割と珍しいような気はします。一定の人気はあると思うけど、そのメンツに海竜入ってくるんだ、みたいな。それともあいつあれなのかな？好きな性癖発表ドラゴン枠なのかな？まあ、とりあえずね、前菜はサーナイト。あらゆる人間にぶっ刺さる性癖オブ性癖ポケモン引っ込めて、さあ、出てくるのが、海竜早速来ましたね、と。おい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 。いいのかい？このケッキングさんの前でそんなポケモン出しちゃって。イカサマダイス、いいよ。ここは、まあ、叩いていきましょうかね。怠けていますね。あー、動けない。こんなんじゃ、罪の起点にされちゃうよー！助けてくださーい！そこで、この、モノマネハーブが、生きてくるんですね！今なら、なんと、398円、お電話ください、緊急でオペレーターをね、増やして対応しております。ここはまあ、捨て身でいいか？鋼テラスとかあんのかな？守るとかあったら知らん。行くぜ、捨て身タックル。ぬぬ！え？怪獣？まあ、鋼テラスあるか？普通に。あの、マテラだわ。おい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 。ちょっと、竜舞神速ごときでケッキング倒せると思ってる？舐めすぎよ、それは！おら！強ーい、素晴らしい。いいね。怠けとね、めっちゃ相性いいです。モノマネハーブケッキング、俺ガチだと思ってんだけど、普通に。怠けのデメリットを相殺した上で、なんか相手が勝手に積み技使ってくれるから、
なんか知らんけど、めちゃくちゃ勝てるみたいなね。エルレードですね。まあ、ここはマンダ出していきましょう。普通に。まあ、ゴーストテラス切ってもよかったんだけどね。まあ、まだ早いか。いや、でもゴーストテラス切ればよかったな。まあでも最速だからどっちにしろ。こっちエルレードの上取ってるんで、まあそこはいいでしょう。辻ゲール、やばっ！ゴーストテラス切らなきゃよかった！危な！まあ相手もそうだよな。ゴーストテラス読みするしかないもんな。ここはまあ、普通に削っていくか。レイパンとかあると嫌だけどな。まあ言うて、ケッキングが上から殴れるんで、最高カッター！オッケー。まあ普通に削れるね。やっぱ600族。強えわ。A 振ってなくても普通に倒せるからね、エルレイド。結構防御高いポケモンなのに。最後はまあサーナイトということで、まあサーナイト瞑想アシストパワーとかが負け筋になるのかな。とはいえ、まあ S は85だっけ、こいつ。まあまあスカーフの可能性もある。初手だからまあタスキだと思うか、どうでしょうか。あー、スカーフだね、多分。こっちのマンダ最速取ってたはずなのって。あれ？お前最速じゃなくて、なんかよ、え？え？何この振り方。違うわ。こいつ、なんか竜舞一回でドラパかなんか抜けるまでしか振ってないんだわ。なるほどね。じゃあ相手のサナガマこっちの上取ってる可能性全然あるな。ポリ2で行くか。さあ。お前。こいつ属性なんだ？これ S をシンクロ。なるほど。そういうやつ。シンクロサーナイトか。ここはもう考察ポイントですよ。相手を同じ状態以上にさせるということだから、なんだろうな。相手が自分と一緒じゃないと嫌っていうタイプか。なんか全てお揃いにしたりとか、同じ価値観を共有していたりとか、そういう男じゃないと認めないタイプのサーナイトか。結構束縛厳しいタイプだね。あー、そういうのが性癖なんだ、相手は。っていう考察ではなく、シンクロということは、まあ、助けだと思いますね。初手のはなんか状態異常巻き対決とかが嫌だからっていう感じでしょうね。電磁波巻いてくる相手に対して麻痺を移すとか、麻痺って移すだっけ？まあいいや。シャドボで、今シレッと特攻下がりましたけどね。硬っ！え？硬すぎん？特攻下げて、あ、これシンクロですね。俺たち心が繋がってますからね。相手が特攻下げてきたら、こっちは特攻を下げる。そういうね。おい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 、ちょ、待って、ガチでこいつ強いんだけど、何もん？さすがに、何？スカーフだったか。おお、心で繋がってるよ、俺たち今。そういうやつね。まあ、でも、俺の、おい、持ってってくれ！うおー、ミリ隊まで一緒。あ、でも、シンクロしてくれなかった。最後の最後で裏切られた。落ち目の男は捨てるんだ、そうやって。もっといい男に金持ってて、チャラチャラしたやつに行くんだ。あー、そんなにあいつのことがいいのかよ。俺とは遊びだったっていうのかよ。やっぱ怠けてる男の方がモテますからね、意外と、こういうのって。勤勉な男の方がそっぽ向かれたりしますから、最後は。まあでも、まあ、ムーンフォース、スカーフということでね。まあこれは、お前最後に、スカーフを叩いて、返せよ。それ俺が送ったもんだろ。対戦ありがとうございました。いやー、初手スカーフさわないとか、なかなか決めてますね。まあいい感じに全員活躍したんで、今回はこの辺で。